スノーマン佐久間大介の待って無理しんどーい。皆さんこんばんは、アニメオタク兼スノーマンの佐久間大介です。この番組はアニメやゲームが大好きな僕が好きなことを好きなようにガチトークしながら待って無理しんどいという気持ちをみんなと共有していく番組になっております。はい、いや早速ね、もう9月か、早いね。セプテンバー、9月がセプテンバー、おー、俺いつがセプテンバーかちょっと曖昧ミーマインなんでね。はい、まあそんな感じなんですけども、あのね最近ね、俺最近布団の上で寝落ちすることが多くて、なんか前はソファーで寝落ちとか結構あったんだけど、最近布団の上には行くんだけど、最初寝る気なく布団に横になるといつまで寝てるみたいな。はい、だからあの皆さんね、まあまだ9月はね、あのまだ暑いですからね、体調管理気をつけてください。はい、感想はハッシュタグマテムリでツイートしてください。無理はカタカナです。スノーマン佐久間大介のマテムリしんどい、最後までよろしくお願いします。ではここで一曲お届けします。こちらですね、今回ゲストに来てくださるね、内田雄馬くんの、やっぱりもう皆さんの中では内田雄馬くんって言ったらこのアニメのね、やっぱ呪術廻戦の伏黒恵のイメージも強いと思うので、文化放送スノーマン佐久間大介の待って無理しんどい。スノーマン佐久間大介の待って無理しんどい。この番組はカードファイトヴァンガードパリミキの提供でお送りします。次に僕とファイトするのは君、さあ僕に見せてよ君の魂の色を。未来はここにある。アニメカードファイトヴァンガードウィルドレス第10話9月5日テレビ東京他にて放送開始。メガネといえばメガネのミキやろ。え、メガネのパリミキでしょ。西日本ではメガネのミキやねんけど、東日本ではメガネのパリミキだよ。わかりやすいように統一しようか。ミキは全国的に社名を株式会社パリミキに統一しました。メガネのパリミキ。今夜9時からのエジソンはアルモエが登場。ニューシングル二人ピノキオを特集します。リスナーからは過去の嘘にまつわるエピソードを募集中。さらにラブライブスーパースターリエラが登場。一期生と二期生メンバーをたっぷり掘り下げ。今日のエジソンお聞き逃しなく。文化放送スノーマン佐久間大介の待って無理しんどい。さて今夜も始まりましたマテムリですが、早速今回のスペシャルゲストと一緒にお送りしていきます。ご挨拶よろしくお願いします。皆さんどうもこんにちは、内田雄馬です。よろしくお願いします。内田雄馬さん来たよ。やっとね、すみません、ね、やっとさ、こう、うん、お機会なんかその表舞台でさまだ声だけなんだけど、そうそうそう、ね、生の感じで俺たちの関わりみたいな ね公式で会えたの初めてだね。確かに未だ締め、あ、 DNA 流れてる、ね、ありがとうございます。俺好きなんだよこの曲。これめっちゃ言ってくれてるもんね。ゆうまくんのあの曲なんだけども、うん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 、すごいって、あの MV とかもさ、はい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 、ブレイカーってさ、ブレイキングってダンスのジャンルをねやってる人たちが、そうなんです、コースエイトロックさんっていうもう本当にスーパーブレイキングの人たちがですね、うん、参加してくださって、いやもうめちゃくちゃかっこいい。ライブにも出てなかった？そう、ライブにもあの去年2021年のライブに出演してくださって、うん、ね、で一緒にこの曲ともう一曲、うん、もう一曲ね、はい、パフォーマンスしていただいて、むちゃくちゃ熱かった。いやすごいよね、最高です。俺だってそれで、うん、あの MV とその映像見た時、うん、ライブ映像のやつ見た時に、うん、え、急にブレイカーの人と絡んでユーマくんどういうつながりなんですか。すごい気になったそう、いろいろあってご縁があってやらせてもらったんだけどでも結構ね、あのやっぱこれはあの内田的にはすごく、うん、こう異文化交流というか、いやだよね、もともとやっぱりそういうコミュニケーションめっちゃ取りたかった、いろんなとあの文化と、でその中でのやっぱ本当に第一歩がこれ、すごい、だからむちゃくちゃいい刺激で、ユーマくんダンスめっちゃできるもんね。いやいやいや、俺だって思うもんね、普通にめっちゃ上手いじゃん。いやいや佐久間くん
待てよ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 新しいの。いやいや佐野くんに言われたらもう恐縮すぎるって、うん、いや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 すごい。だってもう飛んだり跳ねたりはもうだってお得意でしょって私お手のものでございます。そうでしょ、うん、いや俺だって思ったもんな年末見てて、うん、だってめちゃくちゃ飛ぶやん。いや、そう、多分紅白とかかな。紅白だ、紅白。あ、ほんとありがとう。スバって決めて、3人でね、爆笑さんと。そう、紅白だ。むちゃくちゃかっこよかったんだよな、ありがとう。嬉しいよ。俺も、うん、俺もブレイカー見たし、混じって、ゆうまくんのコンサートでアクロバットしようかな。いや、いやいや、俺ってあの、噂ではね、聞いたんだ、うん、それこそあの、うん、ちょっとあの、僕の宮田くんから、うん。ちょ待って、じゃあ待って待って待って。聞いてたんですけど。ちょっと待って待って。僕の。じゃあ待って待って、語弊があるぞ。僕の、何違う違う。佐久間の、佐久間の宮田くんね。ちょっと、耳がちょっと、今ちょっと。やっぱこれアクリル板あるからな。今週、佐久間の宮田くんから何を聞いたの？いやいや、なんか、うん、いや、ちょっと、あいつちょっとすねらせると、うん、くるくる回るんだよな、周りに。どうやって俺、ベイブレードが何かなのそういう風に、まあ、聞いてますよ、うん。僕の宮田くんから。あ、おかしいな。あ、内田祐馬くん、内田くんの宮田くん、うん、なんよくわかんないですよね。まあ、あの、今の会話でもある通りね、あの、僕たち、あの、番組でもね、たびたび、その、宮田くんと関わりがあるということで、いろいろとね、はいはい、宮田くんを通じてかな、いろんな交流があったんですけど。そういうわけでございます。はい。ありがとうございます。ちょっとね、あの、マジで宮田くん取り合ってましたね。めちゃくちゃ。だって、宮田くんとは何で知り合ったの、最初。宮田くんと最初は、うん、取材が本当のファーストかな？雑誌ってこと？あ、でもその前に、うんうんうん、食事会をさせてもらったことがあって、あの、うちの声優の島崎信長さん。うん、あ、信長くんと仲いいからね、宮田くん。そう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 、ね。信長さんの僕も結構交流があって、で、ご飯食べようみたいなので、じゃあ、で、宮田くん家にちょお邪魔してみんなでご飯食べたんだけど、うん、その時、信長さんが、うん、まあ、全部段取ってくれた信長さんだったんだけど、あ、そうなんだ。そう、でも信長さん、連絡がつかなくて。大丈夫だ多分仕事だったんだと思うんだけど。なるほどね。電源切んなくて、そうそう。うん、でも時間そろそろだから、どうしようと思って。でも会ったことないから。いや、だよね。そうそう。で、初めての人の家にどうしようってなるよね。そうそう。で、でも時間だと思って、もう、うん、宮田くん今から行っていいですか、うんうん、いいよ、おいでよって言ってくださって、うん、で、会ったこともない人の家に。人のお家で始めましてってなかなかないもんね。全然ないよね。ねえ。そうそうそう。そうなんです。っていうことがあってから、うん、取材とかもあったりとかで、ご一緒する機会があって、うん。なるほどね。そうで、あって。で、いつぐらいに、その出会ってどれぐらいで宮田くんの助手席乗ったのかな。なんか聞いたんだよね、助手席に乗せたって。はい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 。俺が一番乗ってるはずのあの車の助手席。なるほどね。いやあいつはいつも乗ってるぜ。いやおいおい俺の隣に乗ってるぜ。あ、宮田くん言ってたやっぱりね、今の宮田くんの言い方の宮田くん喋る、そういう時にこうかっこよく喋る時、目を細める、目を細める、今めっちゃ似てたやるよね、やる、宮田くんやるよね。宮田くんあるあるはね、一緒にいるとどんどん分かってくるよねいや本当に。でもね、一回ジェラったエピソードあるんですよ、うん、佐久間くんに。あ、なんすか。いや、宮田くんとそれこそ、うん、今、プリキュア。今やってるよね、デジタルパーティープリキュア。そうなんです、プリキュアでご一緒させていただいて、うん、で、じゃあご飯食べ行こうぜって言って、うんうん、ちょっと焼肉を食べて、うん、まあ、これから頑張ろうみたいな話をしたときに、うんうんうん、結構よく行ってるところのお店で、はいはいはい、まあ大体分かりましたね、そうだな宮田くんがよく行ってるっていうのでご紹介してもらったんだけど、うん、あら、あ、宮田くん久しぶりみたいな、うん、あれ、さっくん一緒じゃないのみたいな。あれ店員さんがね。そうそう。おらららららら、おかしいな、つって。え、うん、え、もしかして、え、よく来てた別の相方とよく来てたおお、やっぱりね、ちょっと嬉しいね。俺が宮田くんの隣にいることが当たり前と浸透してくれてる。いやー、そうですよ、嬉しいな。すごい思い出のあるところに来ていただいて。いや、いや、そう。いいね。でももう仲いいからね、俺らもね。でもね、本当に、それこそヴァンガードの取材で、うん、ね、雑誌の取材で一緒になってね。ね、初めてだったんだけどね。ね、初めて感なかったね。なかった。やっぱ宮田くんからお互いの話聞きすぎて、うんうん、俺だってゆうま
くんの聞く話全部こう聞いてたんだけど、うんうん、あ、ゆうまくんめっちゃいい人だなって俺思ったもんね。こんな取り合ってっけど、めっちゃいい人だなって思った。でもね、めちゃくちゃ俺も思ってた。いや、なんか話やっぱ聞くしさ、うんうん、で、あと見てたりとかもしてたし、うん、なんかやっぱその人の愛嬌ありそうな人だなって思ってたら、会ったら実際愛嬌めちゃくちゃある人で。いやいやいや、お互い様よ。いや、居心地がいいんですよ。嬉しいよ。ありがとう。ね、一緒にキスマイのライブ見たりね。でね、あの時に思ったね、うん、ああ、玉森さんには勝てないんだ。いや、わかる。やっぱりね、思ったね。なんかこう、あんな堂々とさ、弟二人の前で結婚式あげられたらさ、うん、あ、お兄ちゃんおめでとうみたいになっちゃうよね、もう。で、すごかったもん、ね。でもさ、マジで、あの、俺とゆうまくん二人してマジ止まってたんだよ、あの瞬間。お、なんぞ。なんぞこれ、なんぞこれ。なんぞこれ。サンマミーヤって言われらしいよ、あの人。あ、そうなの。宮田くんが言ってた。なるほどね。そう、タマさんと宮田くんで。で、めちゃくちゃ。やっぱすごいなって思っちゃったの。いや、ごめんなさい、あの、俺たちずっと宮田くんの話してた。ちょっと、あの、改めてね、ゆうまくんのご紹介させていただきます。はい、あ、よろしくお願いします。はい、内田ゆうまさんは、呪術廻戦の伏黒恵役や、はい、バナナフィッシュのアッシュリンクス役など、はい、印象的なキャラクターを数多く演じられており、カードファイトヴァンガードウィルドレスではエバタトーヤ役を担当、はい、さらに声優活動の他にもアーティストとしての一面も持ち、はい、マルチに活躍されている声優さんです。ありがとうございます。イケメンキャラにお調子者キャラ、熱血キャラに、うん、ミステリアスキャラなどね、あらら、本当にいろんな役やるよね。ありがとうございます。いろいろすぎるやらせていただく機会もあって、嬉しいや嬉しいや、ね。いや、すごい。そしてこの番組内でもお送りしているアンサンブルスターズでは、さざなみ純役を担当されていると。さざなみ純でございます。すごいやってるじゃない。ありがとうございます。先ほどもいろいろ話してたけど、はい、俺、大好きなのよ、ゆうまくんの。ゆうまくんの曲さ、うん、めっちゃかっこよくない？いや、マジ、うん、俺ね、やっぱ聞いてて、うん、いや、かっこいいな、みたいな。なんか、ほんと、一アーティストとしてちゃんと成立してる人だな、そういう感じです。ありがとうございます。ダンスめっちゃできるし。なんなんみたいな。この人なんなんみたいな。職業何みたいな。すげえ、でも嬉しかった。それ、あの、佐久間くんにも、それを、あの、こう、スノーマンでもやりたいよなっていうふうに言ってもらった時に、あ、嬉しいな。なんかそれ好きで聞いていただけてるんだなってのすごく嬉しくって。素敵なのよ、本当。そう。でもなんか意外と本当自分のもともと好きだった音楽性とかを、そのままやろうっていうので、うん、で、まあ、レーベルやるときに、やっぱそのロックはやってほしいっていうのが一個あった。そうなんだ。そう、ロックはやってほしいっていうオーダーがあって、うんうんうん、でも僕ももともとそのダンスミュージックがすごい好きだったから、うんうんうん、ダンスのやりたいなっていうのの、じゃあ掛け合わせでやっていこうって言って、今なんかちょうどいいところに。で見つけれたんだ。そう。内田ゆうまスタイルを。スタイル。かっこいいよ。そう。だから割となんかいろいろそうジャンルもやらせてもらう中でも、まあダンスパフォーマンスは結構やらせてもらいつつ。いや、そう。MV めっちゃ踊ってんだもん。いやいやいや、みんなね、YouTube に、ゆうまくんの YouTube があるんだけどね、うん、そちらにね、MV とライブ映像もあるから、いやいやいや、あ、ぜひ見て、マジで余るぜ。もうめちゃくちゃありがとうございます。いやいや、全然、 あれだよね、おそ松さんだと新十始末やってるよね。あ、じゃあやってます、ね、あ、そうだ、俺も十始末やらせてもらってるからさ、実写で。いや、なんかでもさ、もうこの話、うん、こしさ、本当にさ、十始末の話だと思うから申し訳ないわけよ。なぜかっていうと、もう3期を見ていただいた方は分かると思うんですけど、うん、そう新十始末カッコみたいな。もうね。そうなのよ。うまいに来てるからね、十字松の差をね。なんかちょっとね、見ていただけると、なんやねんって、そう、僕はちょうど十字松や、新十字松になるってなった時に、うん、その元々十字松やられてた、うんうん、あの、小野大輔さんから、連絡いただいて、すごい。十字松頼むぞと。すげえ、すごい、もう、こうしっかりしたこう言葉いただいて、うわーと思って、俺も頑張んなきゃと思って、で、挑んだんですけど、それを踏まえて、あの3期の1話ぜひ見ていただきたい。うわ、やばちょっとね。ねえ、みんな、俺は見てるからわかるんだけど、みんなぜひ見てもらいたい。ぜひ見て。めっちゃおもろいから、ほんとに。だここでもダブル重始末でした。だそう、ここもダブル重始末ですよ。やばいやばい、どんどん時間が過ぎていく。早速ね、紹介していきます、もっともっと。はい、そして先ほどもお伝えした通り、はい、カードファイトヴァンガードビルドレスでは、共演させていただいていることで、はいはい、改めて、エバタトーヤについても紹介させていただきます。はい。エバタトーヤは、かつて公式戦で活躍し、期待の新星と呼ばれた存在でしたが、はい、突如姿を消し、うん、その後、非公式戦で驚異的な活躍をしていたファイター。はいはいはい。チームブラックアウトのリーダーでしたが、うん、その席を蒼井翔太さん演じる悠々に譲り、うん、一度チームを離れ、自らを鍛えるために武者修行の旅に出ていました。
はい、まあこういう感じのキャラクターですけどね。はい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 。やっぱ第一期とか、うんうんうん、めちゃめちゃこうなんか主人公なんみたいな立ち位置のキャラ出てきたと思って確かに結構最初はそういう感じはあったよ ね。しかも1話がね結構がっつり男児とのバトルでスタートだったから。そう1話からでしたし、そう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 、そうだった、懐かしい ね。闇落ちしてね、闇落ちしました。そう、はい、自分っていうものを ね探して、はい、でそのね2期からはまたあの、うん、ユーユーと一緒にね、はい、リーダーとしてブラックアウトのリーダーとしてやって、もうそうなんですね、ウィルドレスではねまた旅に出てからまた戻ってきて、はい、そう強くなってね、ね、ちょっと戻ってきました。実はあれなんだよね、はい、俺たち一緒にアフレコできてないんだよね。そうアフレコはね、うん、そうなの、そう一回本当にすれ違っただけかな、ね、だからあの、うん、前室で会ってさ喋ってたりしてね、うんうん、そうだね、それぐらいだからね、確かにそうだわ。だからねゆうまくんのお芝居を生で見れる貴重な機会がと思ってそうやっぱね一緒にこう、まあ、声優業ってやっぱ一緒に撮るっていうこの良さが、まあうんうん あって、そうでそれがやっぱできるっていうのは大事だったんだけど、うんまあ、今こういう形になってからは分散で、ね、ちょっと向きで、ね、撮ったりとか、そうだからなんかこう察する力とか、うんうん、なんかそういうのが結構大事になってきたりするから、そうだよね、そうだってもう撮ってある人の声を聞きながら演じるわけでしょ。あそう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 、ね、それも大変だよね。だからこそでもなんかこう気心知れた間柄とか、うん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 、なんとなくこう、うんうん、そう本人との信頼感があったりとか、キャラ同士の距離感みたいな、ね、そうそう分かってるとなんか結構やっぱりすごい相手のこう芝居もなんかこう察しやすいというか、うん、確かに、だからそういうのはあったりするから、だからある意味なんかこうやっていっぱい喋って、うん、で一緒に撮れてなくてもそうやってこう知ってるっていうことはすごく大きななんか、ね、アドバンテージになるというか大事なことの一つになってくるなとはすごく思うよね。確かに、うん、いやもう今後ねまあほら、ね、いろいろねどん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 ね、はい、なると思うのでね、何かできるタイミングがあったらいいなと思っております、うん、はい、はい、というわけでね、はい、このようなねたくさんの作品で出ている内田優馬くんですが、うん、はい、今回もね優馬くんのことをもっとよく知ってもらうためにたくさんの企画をお届けします。なんぞや直撃一問一答。わお、はい、これからね優馬くんに伺ってみたい質問を、うん、していきますので一問一答でざっくりと回答してもらい、はい、振り返りながら詳しく掘り下げていきますということでね、はい、早速やっていきたいと思います。お願いします。自分の性格を一言で表すと、あー、前向き人生のバイブル的作品は、これはね光の号です、うん、はい、役者としての表現と音楽での表現で意識することは、逆に共有していくということ、はい、声優として成長する上でバネになったことは、期待しない仕事のモチベーションアップにつながっているものは、休みいいね、おもろいねたくさんまた答えていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、自分の性格を一言で言わすと前向き。前向きですね。まあそれはわかるね。はい、なんかさ、もうほんとさっきゆうまくんが来る前にスタッフのみんなと喋ってたんだけど、うん、やっぱそのなんか見てると笑顔になれるというか、あ、もう陽の気が半端ないよねって話しててでもなんかそう前向き、なんかやっぱ自分が実際こう、うん、なんて言うんでしょう、僕も結構考えたりとかしたりとか、うん、こう逃げ腰になる瞬間ってやっぱ今人生で結構あって、仕事を始めるまでは、うんうんうん、でそういう自分だったんだけども、うんうん、やっぱそのこう声優をやろうって目指した時に、うん、やっぱこう前向きに何かを挑戦したりチャレンジすることで、うん、得られたこう出会いとかいいものってたくさんあったから、うん、そういう風に自分もなっていきたいなっていうのを思って、まあ、20代ずっとやってきて、うん、でそういうこうなんだろう、エネルギーを欲しければ自分からやっぱそういう風になっていかないともらえないなってことで、うん、まあ、自分が積極的に前向きに行動する選択をするでしょうっていう風にしているっていう。いやでもその気持ちはわかるわ。俺もすごい暗い子だったから。暗い子だったんだ。そう、俺はほんと中学入るまでぐらいかな、うん、入ってからも少し暗い子、ジャニーズ入ってから入ってから少し、うん、してやっとこう明るくなってきた感じ。あ、そうなんだ。もうすごい人見知りだし、なんか人とね目合わせたりでもできないだった。そうなんだ。なんか今から全然想像できない。そういや君もねすごいね、なんかだからそういう共通点ちょっとあるなって。同い年だしね。あ、確かに俺同い年なんだよね。ね、そう。佐久間くん何月だっけ。俺7月5日。あ、そうか、7月5日か。さあ僕は9月でございますね。知ってるよそうなんだよ。ありがとうございます。いや全然
ね。ね、そして、うん、もう人生のバイブル的作品が光の号っていうのも。光の号。やっぱ世代的にはそうよね。そう、これはもう。囲碁じゃあやってたってこと？囲碁はね、全然わかんない。いや、わかるそうなのよ。そうなのよ、ね。やっぱさ、あの時代の俺たちって、まださ、小学校とかだったじゃん。うんうんうん、うん。やっぱさ、囲碁はわからんけど、なんかすげえことはわかるみたいな、うん。神の一手とかさ。懐かしくね。こいつが強くて、こいつがやばいっていう。でそれだけはわかるけど、中身は全然わからんみたいな。辛いよね。でもそう、なんかそのソウルに語りかけてくる感じっていうのが、やっぱ光のがあって、で、僕の好きなキャラで、本田くんっていうキャラが。本田くん。そう、いるんですけど、その本田くんは、あの、プロの騎士になるんですけど、でも同じ時期の同期とかに、それこそこう、光る、主人公の光るとかいて、うん、まあ、要は天才なんですよ、やっぱ彼ら。やっぱね。相当能力が高くて、天才がいっぱいいる中で、本田くんはね、あんまり成績は良くない。なんとかプロになって、で、あの、頑張ってるみたいな。で、本田くんが結構悩みながら、屋台かなんかで、まあ、食事をするんだけど、その時に、なんかこう、あなたは何をしてる人なの？って聞かれて、で、まあ、自分はその時、こう、騎士でいていいのかなみたいな。こんなにすごい人がいる中で、自分が騎士っていうことに対して、なんかこう、結構、大丈夫なのか迷いがあったんだけど。自分に対してのね、劣等感というか。そうそう。でも、改めてそれを聞かれた時に、でも、自分は騎士だと。多分この、そのみんないろんな人がいる中でも自分も騎士だから、うん、これから自分の歩みで自分なりのペースで自分のその騎士の道をこう見つけて極めていけば、うん、行くしかないんだっていう、うん、そういうことに気づいて、うん、また自分なりにチャレンジとかをして頑張っていくっていう。はい、はい、なんかこう、すごいね、そうなのよ、なんか。すごいね、なんかその人生観ほんと変わりそうなことだね。そうそうそう。それを先に知れるってほんと大事じゃない？そうな、なんかね、やっぱこう、みんながみんな世の中天才じゃないし、ね、何かすごい人たちだらけじゃないけど、うん、でもそうやって自分なりの道で、まあ、本田君だってもちろん棋士になることに力があるわけだし、うん、そこはもうあそこから先はやっぱ自分なりに確かにこう腐らずにやっていくっていうことが大事なんだなっていうその心がなんかそう、なるほどね、あいいな、だから本田君に自己投影して頑張ろうみたいな、いいね、でも今でも思っちゃうね、いいね、本当いい作品なんだな、やっぱり、いや、ぜひ、ね、見ていただきたい、ちょっとマジで見返したくなってきたな。いや、ほんとね、面白いですよ。あの、うん、漫画もね、23巻ぐらい。そうだよね。意外とそう、あの、読もうと思えば読めるぐらい。そう、読みやすいんで。ね、もう、超おすすめです。いや、最高です。気になった方はぜひ。ぜひ。はい。あと、ね、あ、俺ね、声優として成長する上でバネになったことをね、うん、期待しないっていう。期待しない。どういうこと？何になるの？いや、何、そう。いや、これは、その、ですね、みんなが、例えばこう、うん、僕はあの、基本的に、人に対して期待をしないっていう風に思ってるんですけど、これの理由としては、その、期待をするっていうのは、こっちが勝手に、うん、何か、誰かに対して、こうなってくれるんじゃないかとか、こうしてくれるんじゃないかとか、こう会ってくれるんじゃないかって、勝手に望んでいることなのね。ほう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 。で、すると勝手に望むと、それってやっぱりこちらの勝手な気持ちだから、例えば、あ、そうじゃなかったって時に、あ、裏切られたなとか、なるほどね、勝手に落ち込んだりとか望んだけど、それってやっぱり、それって、ちょっと自分勝手だよね。そうだね。そう。そういうよりかは、うんうん、やっぱそうじゃなくて、みんながみんな己の考え方とか、意思を持っているから、うんうんうん、どちらかというと、そういうことよりも、うん、ちゃんとその、何を考えてるのかとか、うんうん、何を持ってるのかっていうことをしっかり見て、こう、全部こう、自分の気持ちを押し付けるんじゃなくて、でちゃんとその引き出した上で、うん、お互いに多分いいも悪いも言った上でこう選んでいけるようなコミュニケーション作り、なるほどね、確かにね、そう、察してくれるかもみたいなのはちょっとやっぱりちょっと曖昧なことだから、まあ、もちろんそれが大事な時もあるんだけど、うん、まあ、でも自分の選択としてはやっぱりちゃんとコミュニケーションを取ってこう知った上で選択をお互いのその選択をしていく。というかもう役もそうだし、うん、芝居もそうだし、うん、なんかそういう風にやっていきたいなっていうので、それからはやっぱりその押し付けなくなったというか、うんうんうん、自分のなんかこう考えで、例えばディレクションいただいても、はいはいはい、俺はこのキャラこうだと思うのになんでそうじゃないんだろうとか、自分の考えベースでなんでだろうな、なんでなんて迷っちゃってたんだけど、うん、っていうよりか相手がくれたもの、ディレクションでいただいたものに対して、うんうん、あ、こういう意図なのかなとか、うんうん、
そういうの汲み取ろうって相手の気持ちを汲み取ろうっていう方にやっぱシフトできていったなっていうのがある。そのね、固めすぎると本当さ、その場でディレクションしてもらった時にさ、うん、あの崩せなくなるから固めすぎない方がいいよとか、やっぱ、うんうん、これ寺島さんとかにも、うんうん、寺島拓磨さんとかにも教えてもらったりしてたから、うん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 、やっぱそういうことにもつながってくるよね。でもそうだと思う。自分の中でこう、掛け合いする人の、そうなんだよね、息も違うしさ、また自分の想像と、そうなの、掛け合い相手がいるってやっぱそこがめちゃくちゃでかくて、やっぱね、やっぱポンポンポンでこうやって喋るから何かが生まれるわけで、うんうん、これをこう投げてるだけだと、確かにね、そう、新しいものが生まれないから、やっぱ人間のコミュニケーションはやっぱりこうキャッチボールなんだね、やっぱ、ね、そうだね、役だけじゃなく普通にね生活の中でもそうだよね。うん、そうなの、そうなの。いや、それが大事かなって思ってるね。いや、なるほどね、うんうん、まああとね、じゃあね、うん、仕事のモチベーションアップにつながってるものは休みと休みです休み忙すぎるって。あ、休みはね、本当にね、お休みになるとさ、うん、例えばじゃあ何日か休みですって言われたらさ、旅行とか行くの？もうね、何日かだったら旅行行くね。うわー、そうなんだ。2日以上あるんだったら旅行に行きたい、うん、素敵じゃん。もうあの車やっぱ乗るから、うん、運転好きなのよ。大好きね。いいよね、俺もね、めっちゃ好きなのよ。あ、そうなの。そう、そうなの。そう、だからもうドライブしたくない。いや、いいね、ドライブ。そしたらツーリングになるのかな、これ。ロケいいっすね。ロケどうですか。ロケどうです。俺ら2台だけど。ロケでお願いします。ね、いや、面白い。運転してるときはさ、うん、何してることが多い？俺ね、好きな曲とかラジオを聞いて、うんうん、あの好きな曲聴いてるときはあの歌いながらとか。あー、最高。そうで、ラジオ聴いてるときは普通にそれ聴いて笑いながらとか。はい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 。なんか一人の空間がしっかり作れるというか、うん、なんか家でもさ、うん、結局一人だから作れるはずなんだけど、うん、いろんなことをやる必要があるじゃん、家って、うん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 、テレビを見るにしても、うん、なんか仕事もあるしとかいろいろ考えなきゃいけないけど、うん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 、運転はもうその好きなことだけとをやってるというか、うんうんうん、に集中できるからすごい好きな。確かにこう運転っていうのにまず集中をするから、そうすごいこれに集中すればいいんだっていう安心感があるよ ね。なんか気持ちが楽になるよね。なる。そう、わ、その気持ちめちゃくちゃわかるな。いや、いいね。ということで、俺たちのねドライブデートが決まったということで、よろしくお願いいたします。はい、あの質問ここまでです。本当ありがとうございました。ありがとうございます。はい、この後もゆうまくんと一緒にお送りしてきますが、ここで1曲お送りします。こちらですね、テレビアニメ怪病医ラムネのオープニングテーマでね、はい、石田優真くんの曲でして、この曲大好きで、特にライブバージョンのやつを見たときに、うん、はいはいはい、俺はあの2コーラス目の頭のところで、はいはい、なんか声色を全部変えて歌ってたの、はいはいはい、見て、やっぱ声優さんっていうか役者の石田優真もここにいるんだなって俺は思ったの。すげえと思った。ありがとうございます。ああいうアレンジ大好きだからさ。あれもう遊びところで。そう。だってシェイクシェイクシェイクは結構楽しい楽曲で。ね、いいよね。そうそう、遊ぼうっていうのもあるんで。大好きな曲でやってます。ぜひ皆さん聴いてください。はい、気になった方は YouTube を見てください。よろしくお願いします。はい、それでは聴いてください。内田優馬でシェイクシェイクシェイク。常識通り、音を乗せオンリー。これがあるんで聴いてみてください。あ、はい、お聴きいただいたのは内田優馬くんでシェイクシェイクシェイクでした。SnowMan 佐久間大介の待って無理しんどい。文化放送からお送りしている藤谷プレゼンツ SnowMan の SnowMan マ、じゃあ佐久間、この番組の魅力を教えてください。この番組では、うん、SnowMan の本当にマジの素のトークが出るんで、普段こんなに感じなんだ、うん、こいつらみたいな、いろいろ聞いてもらいたいなと思います。楽曲も来ますいっぱい、放送は毎週木曜日の夜9時からです。聞いてください。じゃあねー。斉藤相馬です。石川海人です。僕たちが超 A&G プラスで毎週水曜夜11時半からお送りしている番組、ダメじゃないラジオの3年ぶりのイベント、ゆったりしてくが開催決定。日程は10月23日日曜日、会場はベルサール高田の馬場です。チケットなどの詳細は特設ホームページをチェック。過度な期待はご遠慮ください。でも来てください。ドーンウィンウィンチュイチュバーキラ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 。毎回繰り広げられる筋書きのない30分のトークバトル、本土カエルと天使向かいの本土上陸作戦、超 A&G プラスにて毎週月曜21時30分から放送中。文化放送 SnowMan 佐久間大介の待って無理しんどーい。
文化放送スノーマン佐久間大輔の待って無理しんどい、引き続きこちらの方と一緒にお送りしていきます。はい、どうも皆さんよろしくお願いします。内田優馬でーす。イエーイ、優馬くんよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。ここからはですね、事前に募集していたリスナーの皆さんからのメールを紹介していきますと。はい、早速ね、いっぱい来てるんで読んでいきます。ありがとうございます。ペンネームゆきのさんからありがとうございます。佐久間さん、内田さん、こんばんは。こんばんは。毎週マテムリ楽しく配信をさせていただいております、うん、ありがとうございます。ゲストに内田優馬さんが来ると聞いて早速メールを送らせていただきました。ありがとうございます。内田さんといえば大人気声優であり、様々なキャラクターの声を当てているだけでなく、アーティスト活動もされている、とてもマルチな方という印象があります。佐久間さんもアイドルという枠にとらわれず、声優をはじめいろいろなお仕事をされていますよね。ありがとうございます。そんなマルチなお二人に質問ですが、お互いにやってほしい役、こういうキャラを演じているのを見たいなどはありますでしょうか。教えていただけますと幸いです。よろしくお願いします。なるほどね。なるほどな。いや、でもゆうまくんはさ、でも演じてない役のジャンルないじゃないだってあれだよね、うん、あの結界戦線で音速猿のソニックやってたよね。そう、ソニックやらせていただいて。そうだ、あれもさ、ゆうまくんがやってんのって思って、あれ、そう、当時まだ本当デビューして2年目ぐらいだったんだけども、うんうんうん、こう役いただいた時に、うん、ソニックっていう猿ですって言われて、ね、猿ね、で猿って言われてる秀吉的な人のあだ名で猿なのかと思ってたら、はい、本当の猿で出てきて、ね、かわいいんだよねそう、あれ初めてやった人間以外の役。いや、すごい。俺が逆に本当そういう役をやったことがないから、うん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 、そういうのもそういうなんか人以外の役もやってみたいし、はい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 、あとなんか不気味な役とかもやってみたいなってすごい俺は思う、はいはい、でも確かに、なんか佐久間くんはなんか声もすごいやっぱりハイトーンで抜ける声だけど、うんうん、なんかこう下のこう感じというか、こう包まれてる部分みたいな音の感じもあるから、パーンっていうかは、なんかそういうちょっとこう後ろがある役とかはなんか合いそう。いやー、やってみろよだなとは思う。いや、ありがたい。あとなんかでも単純にやっぱ本人のキャラっぽいキャラは絶対合うはずだから。なるほどね。そういうのはもういい、めちゃくちゃいいんじゃないかな。ミチル真逆のキャラだから。そうそうそう、ミチル俺はすごい役作り、どうしようか、こうだからってすごい、ね、自分と真逆をすごい考えあれは難しくそうだよね。なんかね、暴言としてそうだよね。割と俺はゆうまくんは、さ、なんか24区、あ、24区、はい、東京24区、ね、はい、今年やってました。あれでさ、ランちゃんやったし、ちょっと気だるげな役、はい、俺ああいうゆうまくんめっちゃ好きなんだよねなんかやっぱ主人公キャラとかそういう元気でとかさ、いろんな役がある中で、あ、いいなと思ったり。ありがとうございます。そう、あとなんか子供っていうかさ、ちょっと幼い、キングオブプリズムのゆうくんとか、はいはいはい、ああいうやっぱキャラクターもやっぱすごいよね。中二病全開な感じでやっぱ2つはね、結構でも今のランとゆうはもうマジで作り方として結構真逆な、あ、ね、そうね、アプローチを結構してるキャラクターだからね。そう、面白い、どっちもね。そう、やっぱそこら辺のキャラもっともっと僕は見たいなと思います。確かに、いやでもやりたいのは確かにいっぱいあるよね。自分でやってみたい役とかある、いやでもね、やっぱこう大人になってもう今年30にもなるから、そう、もうちょっとこう大人な役とかできるようになってくるといいなっていうのはすごくあって、でそれこそ今年吹き替えで参加させてあったトップガン、トップガンのマーヴェリックっていう、すごいよね。トップガンだってめちゃめちゃすごいことになってるもんね今年ね。すごい、もう本当に大変たくさんの方が見にいらして、さすがもうトム・クルーズかっこよかったもんなみたいな気持ちなんですけど、やっぱその吹き替えをされてる森川俊之さんは、僕大好きなんですけど、森川さんのみたいな、ああいうこうなんかこう安心感のあるこう大人で余裕、よりがいの、そう、余裕があったりとか、やっぱああいうこう感じのお芝居っていうのはすごく憧れるなーっていう、ああいう深みが出せる人になりたいなっていうのは自分が見ててもすごく思います。森川さんちなみに本当に各所でお世話になってるんですけど、あ、本当、例えばフルーツバスケットの、うるば、はい、師匠、お父さんみたいな存在でやっていただいて、森川さんすごいよね本当に、そうなんです。でなんとバナナフィッシュという作品でも師匠をやって、大好きだよバナナフィッシュのおー、すごいんですよ、いろんなところでも、バナナフィッシュめっちゃ綺麗だったな最終回とかいやなんかね、あれは本当
当に素敵な作品ですもんね。なんかそうすごい入れ深い作品ですね。ぜひ、ね、気になった方はね、うん、あのバナナフィッシュ等も、ね、見てください。そういろいろ見ていただきたいです ね、はい、はい。ということでメールの紹介はここまでです。はい、この後もゆうまくんと一緒にお届けしますが、はい、ここで一曲お送りしたいと思います。はい、先ほどあの名前出ましたバナナフィッシュ の、はい、あの第一期のオープニングを流そうかなって。やっぱねすごいこう最後にこうほろっと涙が出てくるようなアニメの作品というか、いろんなことを得てのやっぱその最後までっていうのがね、はい、すごい綺麗な作品なので、ぜひ皆さんも見てみてください。はい、よろしくお願いします。はい、それではお聴きください。サバイの待って無理しんどい。伊福部隆です。三谷彩子です。ラジオのラジオのイベントボリューム15、本当にあった怖い話アニラジ編開催決定。ゲストは渡来和人さん、諏訪正さん、シャンクさんの3名、全員スタッフです。9月24日土曜お昼2時から文化放送メディアプラスホールで開催。チケットの詳細は番組ツイッターをチェック。コムチャッチャー桜井貴寛です。コムチャッチャー白石遥香です。今夜のコムチャゲストはニューシングルハローハローハローをリリースした青井エルさんが登場。コムチャコンピレーションサイン色紙のプレゼントもあります。この後夜11時からは文化放送コムチャットカウントダウン。デビュー35周年ビーツ主力の名曲とシンクロする最新花火エンターテインメントショー、すごい花火ビーツウルトラファイアーワーク2022-2023、 11月5日千葉県幕張海浜公園。詳しくはビーズ花火公式サイトをチェック。文化放送スノーマン佐久間大輔の待って無理しんどい。文化放送スノーマン佐久間大輔の待って無理しんどい。続いては今月から細貝圭さん、小野友樹さんが登場、うん、アンサンブルスターズレディオです。アンサンブルスターズレディオ、皆さんこんばんは。博士香織役の細貝圭です。皆さんこんばんは。大神光役小野友樹です。この番組何笑ってんねん。何笑っとんねん。ほら我々時間を借りてるわけですよ。そうですね、収録前に邪魔させていただいて、ね、ちょっとしたトラブルなんていうので笑ってるわけじゃないじゃん。皆さんに知らないことなんですか。それはですね、いきますよ。アイドルプロデュースゲームアプリアンサンブルスターズの個性あふれるアイドルたちや素敵な楽曲などアンスタの世界観をお伝えしていく番組でございます。はい、そうですね。はい、森久保さん、そしてカジさんからバトン引き継いで今回から僕たち2人でお送りしていくとのことですけども、はい、どうしたんですか。あ、すいません。まあ借りてきた猫ぐらいで済めばいいなと思ったんですけど、はい、今ケイちゃんめちゃめちゃ顔赤いっすよ。はじめましての方すいませんね。いやだってもうそんなのドギマギしちゃうよ。いや、あの始まる直前に、はい、あれなんですよ、やっぱりこう我々今のところアンスタっていうタイトルで、うん、番組だったりとかライブとかね、いろいろ作品のお届けしてきたんですけど、はい、今回別の場所というかね、場所をお借りしてこの作品のことを話するっていうのがう、ね、ちょっと初めてのケースで、ケイちゃんいやもう上がりまくり大丈夫かしら。いいやつなんです皆様。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。佐久間大輔君、なんかまあ神見知りだったりもしまして、あ、そうなんですね。この番組自体も実はね、あのお邪魔させてもらったりとか、ラジオでね、そういうゲストの、はい、なるほど、そうなんです。大ちゃん、ゆうき君ですね。あ、もうそんな、うん、するわけなんですけど、まさかこんな形でちょっとね、あのアンサンブルスターズを通してお時間お借りすることになろうとはという、はい、ちょっと不思議な感じが僕もあるんですけれども、ケイちゃんほど赤くなってない。全然冷静だね。びっくりしたよ、本当赤かったもんね。どんな赤くなった。びっくりした。やだやだやだ、恥ずかしいじゃん。なんか映像が見えてない分なんかより系恥ずかしいわ。そうなんです。びっくりした。ちょっとねお時間お借りしますけれども、はい、アーメリスの皆さんもどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは始めていきましょう。アンサンブルスターズレディオ、最後までよろしくお願いします。アンサンブルスターズレディオ、この番組はフロンティアワークスの提供でお送りします。さて、それ
ではですね、まずは僕たちが演じるアイドルについてね、紹介していきたいと思っております。はい、ユニットとしてはですね、老舗の芸能事務所リズムリンクがプロデュースするアンデッドというユニットに所属していて、夜闇のワイルドハントというキャッチフレーズの通り、ワイルドで自由な気質のユニットになっています。ほいほい。そしてですね、僕細貝圭が演じます博士カオルくんはですね、女の子にチヤホヤされるとやる気が出るタイプで、サーフィンが趣味だったりナンパでひょうひょうとしているんですけども、仲間思いでね、とてもね気が利くタイプでございますね、はい、そしてね、大神光雅くんはですね、僕の後輩にあたりにワンちゃんというん、いたりしますね。ね。はい。まあ、そして、ツヤのあるハスキーな歌声に。パフォーマンスも華やかって書いてあります。書いてあって、もうこれめっちゃ恥ずかしいやん、自分で。自賛してください。やだよ、もう恥ずいやん。こういうとこ、で、こういうのないと、さっきのさ、ところも、ちょっと文章だけで聞くとなんか、女の子にチヤホヤされる。そんな言い方してません。ね、ね、そんな言い方してないでしょ。大事なところ立てていきましょう、こういうのね。あ、すいません。僕演じますね、博士カオルはですね、ツヤのあるハスキーな歌声に加え、パフォーマンスも華やかでございます。また赤いですけど、もうやだよいや、皆さんにお見せできないのは残念ですけれどもさあ、そしてはい、何か催し物があるようですよ。催し物ですね、そうですね、そんなアイドルなんですけども、僕も僕が一個一個はい、はい、ボイスをね、そうです、皆様にお届けしたいと思います。そうなんです、それでは行きます。ここからは俺たちのコーナーだよ。最高にハッピーな時間にしようね。え、反応ゼロ？いや、静かに聞いてた。何？静かに聞いてた。びっくりした。あと多分あとでね、演出とかでエコーも入る可能性が今あったんで。あ、なるほどね。その潮のなる部分。あ、すごいじゃん。静かにしてただけですか。あ、すごい。プロだね。プロじゃん。すごいじゃん、小野湯。ちゃんとそういう白の部分とか気にしなきゃいけないんだね。一応ね、勉強になるわね。え、本当に人様のお時間を使って勉強しないでください本当にすいません佐久間さん、すいませんさて、それでは私の方の、演じる大神豪華君ですけれども、ロックな生き様を目指す孤高の探求者、保守的な姿勢を嫌い、短気で血の気が多い性格ですが、上司的なところがあるいい子です、なんかやっぱ自分で言うの恥ずかしいですね。恥ずかしいね。やっぱりこういうのありますねそう、結構こうガミガミこうガミガミ言ってるように見えて、やっぱ全体的にこう結局常識人だから、結構ツッコミ役とかをね、そうですね、写真買って出てる部分があったりしたりね、するんですけれども、熱のこもった力強い歌声でパフォーマンスは派手で全力ですそのまっすぐな性格から身内ではワンちゃんワンコなんて呼ばれたり、てんてんてん、なんでこうなんかニュアンスを残すのか分かんないけど、呼ばれたりてん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 ですけれども、はい、そんなアイドルですが、雰囲気をお伝えするたびに僕もボイスを一言お届けします。こちらです。ほら、とっとと始めるぞ。満足させてやるから覚悟しておけよ。はい、白残しました。はい、白残しましたというような声でもね、こうちょっとやっぱりキャラクターの雰囲気感を、抱いていただけるといいなと。気になった方、もしよかったら公式ホームページなんぞありますので、はい、もしよかったらチェックしてください。台本に書いてねえのにそんなことも言ったり言わなかったしますけれどもね。そうなんです、こいつらも非常に楽しいやつらだったりするんで、アンデッドともともぜひ、はい、よろしくお願いいたします。します。というわけで、僕たちが演じる2人のアイドル、そして所属するユニットについてご紹介しましたけれども、いかがだったでしょうかとね。前回トリックスター、ご紹介させていただいたかと思うんですけれども、これも全然違うんですよ。いや、そうですね、うん、まあ、アンデッドのね、また魅力をこうやってねお伝えできたらいいと思いますね。そうですね、はい、我々は今週4回にわたってですね、あ、4回って言っちゃいけなかったの今日で終わりかもしれないですけど、オッケーだ。4回お邪魔します。4回いきますからね。よろしくお願いいたします。はい、来週は楽曲についてお話します。以上、アンスタキャラクター紹介でした。俺もドキドキしちゃう。さて、そろそろエンディングの時間ですけれども、番組ではメールを募集しています。アドレスは。enst@gokl.net でございます番組の感想やアンスタの思い出、曲の感想など送っていただきたいんですけれども、私たちの出番が今回で終わりの可能性もあるんでねそうなの、読めない可能性大丈夫ですか。4回ある、あ、4回は確定だそうでぜひよろしくお願いしますドキドキしちゃうね。はい、そしてお題に対して2人で答えが一致するか挑戦するアンサンブルアンサーのコーナーでは、僕たちへの質問を募集しています。
僕たちに答えてほしいことやアドバイスしてほしいことなど送ってください。また僕たちが歌うアンデッドサステインメモリーズアンサンブルスターズ ES アイドルソングシーズン3が発売中です。カップリングには7周年楽曲サプライズングサンクスユニットバージョンも収録しています。はい、さらにこちらのシリーズの第3弾として暁というユニットが歌う夏鳥の歌サマーバードが9月7日に発売されます。こちらも合わせてチェックしてください。はい、というわけで私たちの紹介ですね。はい、はい、お届けしたわけなんですけれどもなんかやっぱゲイちゃんですね、僕にちょっと因縁がありましてですね。因縁ですか？なんか痩せた小野優が認められない。そうですよ、そうです。そのくだり軽くだけしておかないと。もうこれもう時間足らないんですけど、ちょっとだけ。あ、そんなに軽くで、ね、めちゃめちゃ喋ることあるんだけど、まあ、今回もね久々に会ったわけですよ、さらに痩せちゃってね痩せちゃってって、もう僕の知ってる小野優じゃどんどんいなくもうなくなっていっちゃう俺は今誰と喋ってるのかわからんもんね。そのゲームどこの方言で、まあ、経緯的にあのちょっとそうですね、25キロほど落としたんですよね、あの減量しまして、でその結果なんか昔のフォルムじゃねえと安心感がなんか、そうよ、なんかもうお前の小野優じゃないから嫌だみたいな。そうだそうだよ、もう半分ぐらいのサイズだもん。そうや、言い過ぎだろ。もう本当にそんなじゃねえっすよ。いやもうぜひね、これもう皆さん、ビフォーアフターチェックしてみてください。小野優ツイッター等々、はい、もしよかったら来週からちょっとにぎにぎしくお送りするかと思いますけれども、どうぞよろしくお願いします。お願いします。というわけでお時間です。アンサンブルスターズレディオ、ここまでのお相手は大神工学小野優希と博士香織役の細貝圭でした。また来週。アンサンブルスターズレディオ、この番組はフロンティアワークスの提供でお送りしました。今夜9時からのエジソンはアルモエが登場。ニューシングル光ピノキオを特集します。リスナーからは過去の嘘にまつわるエピソードを募集中。さらにラブライブスーパースターリエラが登場。1期生と2期生メンバーをたっぷり掘り下げ。今日のエジソン、お聞き逃しなく。スマイルスイッチ。さあ開きましたのはルックアラモードの箱です。最初に手をつけたのはお姉ちゃん。迷わずストロベリーだ。彼女は好きなものを先に食べるタイプですからね。続いて弟、バナナを3粒全部取った。バナナは姉も次に狙ってますからね。末っ子の生きる術でしょう。次はお父さんと思いきやお母さんが先手。昨日の夫婦喧嘩もお母さんの勝利でした。からのお父さんじゃなくおばあちゃんだ。おばあちゃんも意外とオフェンス力高いんですよ。とあっという間にすっからかん。みんなでワイワイ楽しめルック60周年です。お送りしてきました文化放送スノーマン佐久間大輔の待って無理しんどい、そろそろエンディングです、うん、まずは番組からのお知らせです、はい、この番組では皆様からのメールをお待ちしています、うん、アドレスはすべて小文字でマテムリアットマーク JOQR.net マテムリアットマーク JOQR.net です、うん、懸命にコーナー名を書いてお送りください、はい、はがきでお送りいただく際は郵便番号 105-8002、うん、文化放送スノーマン佐久間大輔の待って無理しんどい、うん、各コーナーの係までお送りください、うん、その他詳細は番組ツイッターをご確認ください、はい、この番組をもう一度聞きたいという方は、うん、ラジコのタイムフリーでお聞きいただけますので、そちらもチェックしてみてください、はい、そしてニュースアプリスマートニュースのアニメチャンネルでは、うん、今回の番組レポがアップされているほか、番組ノベルティのステッカーが当たる応募フォームもありますので、ぜひチェックしてみてください、うん、詳しくは番組ツイッターで紹介しています、はい、では続いてゆうまくんからのお知らせお願いします。はい、というわけで、改めまして10年以上の歴史があるアニメシリーズカードファイトヴァンガード、こちらの新シリーズカードファイトヴァンガードウィルドレスがテレビ東京ほかにて7月から放送開始いたしました。リスナーの皆さん、テレビアニメカードファイトヴァンガードウィルドレスをぜひご覧ください。そして、私の告知なんでございますけども、うん、9月21日に内田ゆうま10枚目のシングルコングラッツをリリースさせていただきます。おめでとうございます。ありがとうございます。すげえ、10枚目
10枚目でございます。いいね、節目の数字だね。そうなんです、30歳ちょうどで10枚目出すことができて、なんとですねこの誕生日のシングルには、あの、うん、私の親交の深い、6名の声優の皆様にですねゲストボーカル参加、していただいて、そのメンバーが、石川海人くん、えぬき純也くん、斉藤相馬くん、畑中タスクくん、花江夏樹さん、八代拓くんと、この6名の友達に参加していただいてます。やばマジでこれだって全員アニメの主人公の人たちしかいないじゃん。ええー。でもね、そうね。やばいよ。アニメ作れるよね。すごいね。マジで。ありがたい、みんな。どでかいアニメ作れる。いや、本当にみんなの、本当にそこはもう、みんなが、本当に参加してくれて、本当に嬉しいんですが、本当にね、うん、シングルの中身もすごく、うんうん、ポジティブで、前向きで、やっぱりその、前に進むパワーみたいなものを、この楽曲にも詰めてですね、制作しておりますので、まあ、ぜひですね、10枚目のシングルの、情報を追っていただけると嬉しいです。嬉しいなと思うんですが、はい、私なんとですね、はい、11月の12日土曜日と13日日曜日、2日間にわたって初の日本武道館ライブ、ユーマウチアライブ2022グラッツユアワールドアワーワールドを開催させていただきます。すごい、ありがとうございます。日本武道館やんの、すごいな。そうなんです、ね、武道館、初めての武道館。武道館やばない、マジで。なんかね、すごいよね、なんか。すごい、こんな日が来るとはって思う。見てけど俺自分のライブツアーと被ってんのかよ、これ。被んないでくれ。うわー、もう来てー、マジで。いや、マジで来てほしい。いや、本当にそうなんです、もう今ですね絶賛仕込みを始めてまして、うん、で1日目と2日目でテーマを変えてお届けしようと思ってるんで、はい、なので2種類ちょっとライブを作ってるっていう気持ちでやってます。なのでぜひですね、このシングルと合わせてですね、うん、うちで今の音楽聞いたことないよっていう人も、うん、で初めてなんか最近聞いて気になってるとか、もういろんな人、どんな人もずっと好きでいてくれる人もみんな含めて、このライブは、うん、まあ、遊びに来ていただきたい。いや、すごいね。はい、もうゆうまくんのほとんどの全てを知れるよ。いや、もうこのライブで。そう、もうでも内田ゆうまらしさ、このそれこそこう20代から、まあ、30代までの内田ゆうまらしさみたいなものもそうだし、うん、今アーティストデビューさせてもらって5年なんだけど、うんうんうん、そこまでの歩みとかもギューッとして、これからの内田雄馬も含めてこのライブにはドンと乗せようと思ってますので。いや、素敵だね。ぜひですね、初めての方もそうでない方も皆さんぜひぜひ、お友達、ご家族、お誘いになってですね遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。たくまくんにも来てほしいな。いけさあ、というわけでですね、はい、そして文化放送地上波にて毎週土曜日24時30分から内田雄馬ハートヒートホップを放送中でございます。文化放送のインターネットラジオ超 A&G プラスでは毎週日曜23時からお届けしております。こちらぜひとも、ご覧ください、お聞きください、うん、これ放送でコーナーを変えてお届けしたりしているので、おそちらの放送も聞いていただけると嬉しいです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、はい。そして最後に僕からのお知らせです。改めましてテレビ東京系列で放送中のテレビアニメカードファイトヴァンガードビルドレスに狭間道略として佐久間も出演しています、うん、なので皆さんチェックよろしくお願いします。お願いします。はい、そしてスノーマンのセカンドアルバムスノーラボ S2 を9月21日にリリースします。うわあ、いや、そう、いや、同じ日なんだよね、ユーマくんと。仲間だ。シングルだけども、こっちはアルバムで。ね、シングルとアルバムで。だから本当ユーマくんと、スノーマンとでバーって盛り上がって、最高だよね。一緒にこうね、聞いてもらって。いや、ぜひぜひ、ね、よろしくお願いします。皆さん。はい、というわけでね、今夜は内田ユーマさんをお迎えしてお送りしてきましたが、いかがでしたか、ユーマくん。いや、時間足りひん。足りないね、マジで足りない、ね。全然足りんな、時間が。ちょっと足りん。聞きたいことだってさ、最近さ、会ってバーあって会ったこといっぱい喋ったけど、うんうんうん、だからさ、我々同世代だからさ、うん、だからその何見てきたとかさ、いや、わかる、もっとしたかったよね。そういう話さ、しようって言ってたのに全然全然するのもなく思ってた。このラジオ基本ね、時のあの話しようみたいな時に考えながら来るんだけど、俺も、うん、全然できない。そう、全然毎回ゲストさんとやるとき全然できない。楽しい、喋りいっぱい喋りたいこと出てきちゃってね。だから本当ぜひまた機会があったら来てください。いもうぜひとも、うん、もう来たいです。ね、マジ同世代トークしに来てよ。いやマジマジって、もう佐藤君ぜひうちのラジオにも、あー、行きたい行きたい、遊びに来ていただきたい。嬉しい、それは。ぜひぜひ、もうぜひ呼んでください。おお、お待ちしております。はい、本当ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。いや、ありがとう。いやー、最高です。最高、はい。うん。そして、この後は、A&G トライバルレディオエジソンです。引き続き文化放送でお楽しみください。はい。それではそろそろお時間です。ここまでのお相手は、アニメオタク兼スノーマンの佐久間大介と、内田雄馬でした。スタンドアップ、ヴァンガード。バイバーイ。
スノーマン佐久間大介の待って無理しんどい。この番組は藤谷の提供でお送りしました。ここで鉄道の情報です。人身事故の影響で運転を見合わせていた JR 横浜線は先ほど上下線で運転を再開しました。以上鉄道情報でした。突然ですがセブン銀行からのお知らせです。セブン銀行 ATM ではマイナポイントの申し込みができます。いつもの ATM だから安心、操作もとっても楽々です。マイナポイントのお申し込みはお近くのセブン銀行 ATM で。詳しくはウェブへ。明治、私花澤香菜は今滝に打たれています。正直こんな大変な思いして気持ち切り替えなくても。幸せ、一粒で気持ち切り替えよう。気持ち切り替えチョコレート明治ガルボ。毎週日曜午後8時半から放送中のアニソンパーティー、僕大西翔平と私日向ひかりがお届けしています。次回のゲストにこの方が。文化放送でお楽しみください、はい、それではそろそろ時間です。ここまでのお相手はアニメオタク兼スノーマンの佐久間大介と内田優馬でした。スタンドアップバンガード、バイバーイ。バイスノーマン佐久間大介の待って無理しんどい。この番組は藤谷の提供でお送りしました。ここで鉄道の情報です。人身事故の影響で運転を見合わせていた JR 横浜線は先ほど上下線で運転を再開しました。以上鉄道情報でした。突然ですがセブン銀行からのお知らせです。セブン銀行 ATM ではマイナポイントの申し込みができます。いつもの ATM だから安心、操作もとっても楽々です。マイナポイントのお申し込みはお近くのセブン銀行 ATM で。詳しくはウェブへ。明治、私花澤香菜は今滝に打たれています。正直こんな大変な思いして気持ち切り替えなくても。幸せ、一粒で気持ち切り替えよう。気持ち切り替えチョコレート明治ガルボ。毎週日曜午後8時半から放送中のアニソンパーティー、僕大西翔平と私日向ひかりがお届けしています。次回のゲストにこの方が。